こんにちは。フェルナンドの旅チャンネルにようこそ。団体ツアーでスリランカを旅しました。スリランカの旅7日目の今日はコロンボを立ってセントラへの飛行機の様子です。香港経由のキャセイパシフィック航空です。それではどうぞ。9月19日スリランカの旅が終わり、ガイドさんに空港まで見送ってもらいました。あとは飛行機に乗って帰るだけです。9月20日夜中の0時50分発ですが、35分遅れの1時25分発となりました。コロンボの空港を出発します。深夜なので食事を取らずに寝ます。約5時間寝たところでそろそろ香港です。降下し始めました。香港とマーカを結ぶ香淳王大橋が眼下に見えます。香港での乗り継ぎ時間は1時間10分しかありません。35分遅れなので35分しか時間は残されていません。添乗員さんがいないツアーなので自分たちで頑張らなくてはいけません。なんとか間に合いました。サンキュー。これで日本に向けて出発するだけです。席は内側の通路席です。これビジネスクラスですが、昼間の便だからでしょうか、ビジネスらしさがありません。食事の時間となりました。おいしくいただきます。メインにラム肉を頼みましたが、これが意外といけます。そして最後にデザートです。無事にセントレアに到着しました。団体ツアーだったので何の下調べもせずに行きましたが、よかったです。スリランカ、今度は丘陵地帯にある自然遺産2軒を訪問したいです。ここで簡単にスリランカの旅を振り返ります。7日間の旅ですが、前後が移動日なので実質5日間です。世界遺産は6件訪問できました。団体ツアーなので主だったところを効率よく巡ります。セントレアを出発しコロンボに到着しました。スリランカの旅が始まります。現地ガイドさんと待ち合わせします。うわ、どれだ。
それだスリランカ2日目はアヌラダプラです。世界遺産1軒目聖地アヌラダプラです。3日目はシーギリアとポロンナルワと欲張りました。世界遺産2軒目シーギリアの古代都市です。世界遺産3軒目ポロンナルワの古代都市です。4日目はダンブルラとキャンディーです。世界遺産4軒目ダンブルラの黄金寺院です。世界遺産5軒目聖地キャンディーです。5日目はキャンディーからゴールに移動するだけです。でも紅茶工場の見学が面白かったです。6日目はゴールの世界遺産に立ち寄ってコロンボの空港です。世界遺産6軒目ゴールの旧市街とその要塞です。いかがでしたか。急に思い立って団体ツアーでスリランカに行きました。次回の旅は10月23日出発の中東です。どうなることやら。ご視聴ありがとうございました。